こんにちは、弁護士の丸山由紀です。私は外国人の在留資格の仕事をしています。在留資格って何ですか？皆さん、自分の在留資格を知っていますか？在留資格は日本で生活したり活動したりするための資格です。ではどんな在留資格があるのでしょうか。見てみましょう。在留資格には3つのグループがあります。どんな仕事でもできる在留資格、決められた仕事だけできる在留資格、そして仕事ができない在留資格です。まずどんな仕事でもできる在留資格です。例えば永住者、定住者、日本人の配偶者などです。日本人と同じようにどんな仕事でもできます。次に決められた仕事だけできる在留資格です。例えばレストランのコックさんは技能という在留資格を持ってコックさんの仕事ができます。翻訳の人は技術、人文知識、国際業務という在留資格を持って翻訳の仕事ができます。ですからコックさんは技術、人文知識、国際業務という在留資格が必要な翻訳の仕事はできません。最後に仕事ができない在留資格です。家族滞在や留学があります。家族滞在は例えばお父さんが日本でコックさんをしていて一緒に日本に来た子供がもらう在留資格です。家族滞在や留学の在留資格の人は仕事をしてはいけません。ただし資格外活動許可という許可をもらったら週28時間までアルバイトをすることができます。在留資格は進路を考えるとき、とても大切になります。どうしてでしょうか？それは在留資格によってできないことや考えなくてはいけないことがあるからです。例えば、大学の奨学金は家族滞在の人はもらえないことが多いです。高校を卒業して働きたい人もいますね。家族滞在の人は働くことのできる在留資格に変えなくてはいけません。そのためにはいろいろな条件があります。別の動画で詳しくお話ししますね。皆さんの在留資格は何でしょうか。在留カードを見てみましょう。これが在留カードです。大切な情報があります。まず在留資格です。永住者、定住者、家族滞在など在留資格が書いてあります。次に就労制限の有無です。仕事ができるかどうかが書いてあります。就労可は仕事ができます。就労不可は仕事ができません。最後に在留期間です。このカードでいつまで日本にいられるかが書いてあります。ぜひ自分の在留カードを見てくださいね。16歳になったらいつも在留カードを持っていなければいけません。学校に行くときもアルバイトに行くときも在留カードを持っていきましょう。ただし在留資格の種類によっては在留カードが出ない場合もあります。在留資格がない人もいると思います。在留資格がなくても学校で勉強することには何の問題もありません。進路のことなど将来については専門の弁護士に相談しましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。